日本徳島県徳島市東吉野町。東吉野町は、徳島県徳島市の町名。現行行政地名は、東吉野町1丁目から東吉野町3丁目。2009年12月現在の徳島市の調査による、人口は1236人、世帯数は546世帯。郵便番号は、郵便番号7700811。 徳島市の北東部に位置し、伊北地区に属する。主に市街地に接続する、住宅地として利用される。北は吉野川に面しており、東に大岡川、南に狂言寺川が流れている。西から東へ吉野川に沿って分布。明治40年から大正15年にかけて行われた吉野川改修工事により、河川敷となった土地が含まれる。元は、 か、女人町の東部に位置しており、昭和17年に、現在の町名となった。東町は、上吉野町、上助東町とともに吉野川に沿った地域で、明治40年から大正15年にかけて行われた、吉野川改修工事により、河川時期になったところがある。吉野川大橋が開通して以降、東吉野町もまた大きく変化した。かつては、 ヒ田神社に合祀された、吉野神社や二軒屋の館長院に移された、厚生寺が置かれ、この寺の北の金子には、歴代藩主の葬儀場があったと言われている。他にも町内には、熊野神宮神社、八坂神社、天理教異南文教などが置かれる。ありがとうございます。